岡田監督、激怒。阪神はまさかの逆転負けを喫した。0対1で迎えた9回に、ゲラが岡本に同点弾を浴びると、10回は岩崎が丸に決勝犠牲フライを許した。ダブルストッパーが相次いで失点し、巨人にカード負け越しを喫した。それでも、岡田監督の怒りの矛先は野手陣に向けられた。7回に菅野から3連打で1点をもぎ取ったが、得点はこれだけ。岡田監督は開口一番、打線よ、そんなもん。何もせえへんもんなと怒り心頭。6回攻撃前には平田ヘッドを中心に円陣を組んだが、何もせえへんから、俺が言うたんやで。これまたやられるで、と。同じことばっかり繰り返しているからと振り返った。8回途中まで無失点の才木は、よかった、よかった。十分よと称賛したが、すぐに野手陣に苦言。1点じゃのう。勝とうと思うのが間違い。ピッチャーも持たんよ。バッターがわかるかどうか。点取ることよりヒット打つことや。こんなんで勝ったらあかんということ、失礼ということや。勝っただけで終わってしまうから野手は、打つ方があまりにひどすぎるよな。これから交流戦、余計やで。考えなあかんわな。パリーグは強いストレート来るよ。もっと点入らんと危機感を募らせた。ゲラ、岩崎については、そりゃ打たれるよ。1年間抑えることはないわけだから。岩崎はちょっと調子悪いな、こないだの広島からとしたが。でもいつも1点差で投げ取ったら濃くよ、そんなんとフォローした。そらそうよ。それをなんとかするのがあんたらの仕事だろ、ろくに補強もしなかったのに。ノイジー使い続けてる監督のセリフじゃないわね、まずノイジー下げろと。井上、上げたらコンスタントに使う思たら全然やん。前川光、せめて1週間続けてスタメン固定してやらなあかんで。結果論やけど8回石井で9回切り引きやったら勝ったと思う。レフト佐藤でいいやろ、佐藤なら当たればホームランもあるノイジーには何もない。抑えは石井で行こう。ノイジーとか使ってるからやろ。そらそうよ、大便助かるどんでん。巨人のことかと思ったぜ。采配もひどいぞと記者が言ってくれないと伝わらんぞ。巨人も阪神もそうだが、投手だけで勝ってきたらそりゃいつかガタが来るよ。打った岡本がすごかっただけや、岩崎はもう2軍でいいやろ。これでも首位なんだよな。危機感あるから首位なんかな。これ相手のことじゃん。監督も同じことばっかり繰り返してるからやられるんやで。その打てないスタメンに、ただのムードメーカー要因を代打の一番手に関わってるのはおじいちゃんじゃん。あのヘンテコリードもっとキャッチャーなざしで切れてもええやろ。岡本の一発だけ警戒の場面やぞ。キャッチャー坂本なら絶対もっと切れてたやろ。嫌な負け方だな。